さあ、フィッシングショーにやってまいりました。中に入りたいと思います。店舗に行っていただく形なんですけど、はい、若干お休みに。なるほど。面白い。なるほど。しますので、少しだったらアメリカではジグ3匹とかですか。そうですね。ちょっと高いかもしれないです。まあ、イワシとかだったら、これなんかフルグロータイプなので、はい、かっこいい。ライト当てれば自身も光りますし、はい、中のペルトルも光ります、なるほど。これはありだな。つけられる。あ、それでラトルとケミをケミホタルをつけられる、はい、音と光で一気に収穫する。あ、なるほど。つけられないのはごめんなさい、これしかなくて。なるほど、なるほど。メタルジグに限っては付け替えたい。なるほど。手作りでやっても多分7、8万ってあと努力かかるので3万ぐらいかけれる。何より、ね、これかっこいいですね。これ車でいいですよね、この後ろに置くやつ。うん、暗いか、これいいですね。これ今僕は100均のあのなんだろう、あの銀色のあのなんだ熱の防弾のシールをバーッと貼ってるから、そうすると昼間とか反射して後ろが眩しいんですよ。でもこれは反射しなくていいんですね。すごい、ボートまである。ガチだなボート。こんな単純な壺を押すだけで船酔い防げるんですか。そうです、こういう内観点という壺がね、はいはい、人差し指の第二関節の下ぐらいにあるんですよ。いや、正直ツボは結構舐めてるっていうか、あんまり、ね、効果あるのか分かんないですけど、まああの、はい、そういうツボ、内観点と外観点でツボがありましてね、はい、それはあの一応効くっていうのは効果があるっていうのはもう実証されてるんですよ。ああ、そうですよね、東洋医学ですよね。そうです。個人差ありますんでね、必ず効きますとは言えないんで、まあまあ、確かにそうですね。まあ、薬とか飲まれること思ったらね、何回でも使いますから。あ、なるほど、なるほど。まあ、ないよりだったら絶対いいですよね。はい、もう30年以上前から販売してますので。あ、30年前からね。意外とどうしようもないところもあるんですけどね。朝一から。船釣りだ。珍しいな、弾丸までいろいろあるな。ヒットヒット、いろんな種類ある。ルー1人、ジャンケン大会で当たっちゃいました。2人いる。じゃあ直接対決で2人でジャンケンしてもらっていいですか。当たっちゃった。ヒラメカラーとヒラメを釣るんですか。まあ、ヒラメもありますし、あと色的にちょっと派手な色が多いので、はいはい、結構砂浜とかで濁りが強い時に使える色という意味合いで、あ、はい、ラインナップ結構あのグロ、あの白いやつはグローなんですよね、実は。あ、なるほど。だから結構光が強かったり、あと左の上とかチャート、なんではっきりあの水の中で分かったり、そういう濃いめの色があのアピールができる。だからヒラメ以外にもウミヤメとかウミサクラでも、まあ、ちょっと濁ったりとかですね、そういうことには使いやすいと思ってます。なるほど。あれですね、根掛かりしやすいから本当砂浜限定ですね。まあそういうわけではないですけどね。根掛かりは大丈夫ですか。ああ、いい感じで這わせる。そうですね、あの要は結構そのリップが長いタイプは結構こうちょっと立った状態になるのでですね、だからもう頭でこう結構防ぎやすかったりとかするので、
あとはまあこの辺りはどちらかというとその下まで沈めるというよりは水面の上の方をあの引いてくるような具合になるので遠浅とかで使った方がより効果を発揮するかなと思います。ただあの水深が浅いところでもあのこのリップがついているので水面に飛び上がりにくいので、まあ、水面直下をギリギリに引いてアピールをできるというモデルになっています。はい、サーフだと結構早巻きの方が多いんですね。そうですね、表層では、まあ、そういった形ではラインナップです。なるほど。表層を狙ってもヒラメって下からグラッと取ってきます、はい、やっぱりこう餌を求めて下でこう待機して餌通ると止まる。あ、なるほど。こう回遊して泳いでいくっていうよりは下から上がってくる感じが多いです、うん、逆にそのウミアメとかウミサクラだと餌を求めて回遊してきてまたワンと泳ぎがあるときにどんどん下がるみたいな。だから変な話これにワームつけてちょっと英語出すのも絶対ちょっとアメリカ屋さんで穴釣りでも行けます。穴釣りでも行けますね。僕らちっちゃい頃はこれで穴釣りでした。もともと僕はフィッシングやる前は何の釣りも嫌いなの。基本的にこうブラーとか使う釣りが好きで、でも手元にダイレクトにこうやって取り釣りするお店によって何色がおすすめとかあるんですか。ですね、まあ、悩むだいたい朝から晩まで基本はこの色が一番マストかなと。あ、はい、オーナーさん赤なんですか。狙いの蛍光の赤ですね。一番やっぱり蛍光の赤がやっぱり引き一番ありますね。太陽がギンギンになってる。反射だけで案外夜とかこういうちょっと暗めの色とかが逆に、まあ、夜に赤とかもそうなんですけど夜だから明るい色を使えって言ってたじゃない。夜だからこそ赤っていうのは水中に入ったら黒になるんですよ。あ、そうですか。じゃあシルエットだけで見ることになるから、仮に人だってそうなんですよ。真っ暗の中に何かシルエット見えたら何かになっちゃう。何かなって見るじゃないですか。それと一緒でルアーとかも水中でシルエットだけ見れてる状況で魚を興味示す部分があるから、夜に黒いワームとかあえて使ってみると案外釣れるんですよ。黒ワームですね。だから夜だから夜光使えとか白色使えってわけじゃない。魚とも、まあ、心理作戦、あの心理わかんないですけどね。でも魚とね疑似餌を使ってるの騙し合いなんで、そうやってシルエットで食わしてあげる興味をどう示さすか。夜にこういう明るいの使うと逆に膨張色で大きく見えるから、逆に大きく見えて口使わなかったり警戒して目立ちすぎてみんな警戒しちゃう可能性もある。なるほど。深いな。深いとメスだっていうか、そうですね、深いとメスだっていうか。でもやっぱこれがやっぱ日中は全部これが、そして重さは基本的に開発してもなくなっちゃった西田さんと曰く1メートルに1グラムずっと全部ミスじゃなきゃいけない。10メーターの深い堤防だったら10グラムです。ああ、そういう計算、ええ、そういう計算ですね。まあでももっともっとボトムで魚釣りたいんだったらもっと重たくてもいいと思うんですけど、で基本的にその開発者の人は1メーター1グラムの計算になります。はあ、そういう考え。お盆直前で、ええ、あ、やってるかも。確かに生ラムって書いてある。俺もいたんです。なるほどね。だから、結構室蘭港まで行って穴釣りとかするんですよ、ね、はいはい、八丁大橋をしたり、はい、そうですね、八丁大橋ね、AKB 赤釣り、そうなるほど。ね、今一番売れ筋がこのフォローついてるやつなんですね。そのフラッシュが釣れるのはあれですね。たまにそこにいるような感じがするけど、アピールって言ってます、はい、そういう釣れる時も、このままでただしゃくってあげるだけ、もちろんワンピッチジャークで上げてあげるだけ、もしくは巻いてあげるだけで魚取れるんで、本当に言うんじゃない、こいつらどこなんだっていう。これがすごすぎて、どうすんの。変な話
緒に、この間木曜日に一緒に釣り行って、彼メタルジグで、僕オモク使ってたんですよ。オモクが釣れるんですよ。そうなんですか。フックの大きさに関しては、僕最近時期さん、あの一応これあの今製作段階で、今これから商品化して売り出します。あ、そうなんですか。当社のね、デスクレスターで300で、そうです。あとはもしくは200とかするんですけど、作って売ってるとこもあります。個人売とかもあるし、あと作るキット、この中にワイヤー輪っか作って出して、ここで曲げて止めてるんですけど、これをあのキットとして売ってるメーカーも今あります。ただこれワイヤー買ってきて丸めて棒にして、ここで折って、水ベルつけて何して針つけてってやったら手間だし、結構これね、この大きさでね、夏目多分藤原で120円30円ぐらいしてるでしょ。で針つけるでしょ。なると自分たちで作ったら原価すさまじいですよ。手間だし、これ僕ら300円ぐらいで出すことになったんで、めちゃめちゃ高いですね。たった300円で。そうです。確かに。体に悪いです。船でもいいだろうし、おかっぱりで、下を今、6号か8号か、まだ決まってないですけど、注文8号かな、確実にお手元に。かかるのもやれるかな。よ横の釣りでも、下も活躍。餌でもワームでも。餌も効けないですよ。なし最初から使われます。最初からずっと使ってますね。あ、シルエットとか裏切らない、裏切らない。餌なしでしっかり、これ木曜日なんですけど、餌なしでもうバンバン食っていきます。これちょっとオフショアで40号使ってるんで、魚ちっちゃく見えますけど、これ50センチほどありますから、あ、切り替えるというのもありです。全然でしっかり針に食ってくるんで、不思議で仕方ないですよ。釣り場に誰かしら多分いると思う。面白そうでも。だから釣れてる。いや、フィッシングショー非常に楽しかったです。また次回来たいと思います。なんだ、オモック。オモックっていうなんか新しいのも流行りそうなんで、今年の釣りは楽しくなりそうです。まあこれも当たったしということで、また次回来たいと思います。結構、まあまあ大きいし、釣りトークもできるんで、おすすめです。ぜひぜひ。